フルートのメンテナンスってどのくらいで行いますか？タンプの裏の革の張り替えはどのくらいで行うのが理想ですか？高校の時に使っていたフルートを最近また始めたのですが、メンテナンスの仕方を教えたいです。なるほど。理想を言えば、半年に1回から1年に1回。故障がなくても、楽器屋さんに見せに行く。が理想です。だけど、僕は、この間、2年ぶりに挑戦出しました。まあ、そんなもんですよ。まあね、コロナ禍とかもいろいろあったんで、ね、なかなか、楽器屋さんには行けなかったんですけど、基本的にですね、楽器の調整や、あとタンポの張り替えっていうのは、フルートのこのメンテナンスのちゃんと技術を持ったリペアマンさんがいる楽器屋さんに持って行って、もしくはそこに郵送か何かでこう送って、それで調整してもらうことになります。タンポの裏の張り替えはどのくらい、破れたらですね、薄い革がこう、まあね、貼ってあるんですけど、破れてなければ、そこまで、取り替えるっていうことは、しなくて大丈夫です。キーが塞がらなくなったりとかしても、ちゃんとですね、その辺は、リペアマンさんは、いろんな、方法で、ピタッとこう、合わせてくれるので、よっぽどこう、破れてしまったりとか、破損してしまわない限り、貼り替えなくても張り替えるとか、まあ、総特化ですよね、完全にね。うん。破れた場合はね、近くに管楽器店を扱っている楽器屋さんがあったら、まあ、そこに持ち込む。技術者さんがいたら、そこでやってもらえるかもしれないけど、もしできなかったら、きっとそこからメーカーに送ることになると思います。ね、その間はなかなか練習がね、できなくなっちゃうんで、預けるのも結構勇気がいると思うんですけど、長い間使ってなくて、で、最近引っ張り出してきたっていうものであれば、まあ、ちょっと見てもらった方がいいと思います。長い間こう吹かないでいると結構ねそのタンポの裏とかのカビとか生えたりすることがあるらしいんですよ。まあそういうことも含めてちょっと一回ちゃんと見てもらって、それで大丈夫であればもう安心して使えるし、でも長い間使ってなかったらどうしてもちょっと調子っていうのは変わってくると思うんですよ。だから一回まあ見てもらうことをお勧めしますね。なんか最寄りの楽器店がないとかいう場合は、そうですね、もうメーカーに直接問い合わせるっていう感じですかね。